フュージアムとは、ワシントン DC にあったニュースとジャーナリズムに関する双方向型の博物館である。1997年4月18日に、当初はバージニア州アーリントン郡のロズリンでオープンし、入場料は無料であった。目指すところは、一般大衆とマスメディアの双方が、互いをよりよく理解し合えるよう手助けすることである。2019年末に閉館。 ニュージアムの運営にはフリーダムフォーラムという全ての人々のための報道の自由、表現の自由、そして自由な精神のために設立された無党派の基金が資金を提供している。2000年フリーダムフォーラムはバージニア州アーリントンからポトマック川を渡ってワシントン DC にニュージアムを移転することを決めた。元のニュージアムは職員が新しい 規模もより大きい博物館の設立に集中できるように2002年3月3日に閉鎖された。新しい博物館の建設には4億5000万ドルが費やされ2008年4月11日に一般公開された。ミュージアムの理事の一人は、ミュージアムはアーリントンでも大きな感銘を呼んでいたと思うが、ペンシルベニア通りの新しい場所に来ていただければ、 忘れられないほどの感動があると思います。と語った。ワシントン DC 北西地区のペンシルベニア通りと6番ストリートの交わる場所に立地を得た後、ニュージアムの経営陣は著名な展示デザイナーでアーリントンの旧ニュージアムもデザインしたラルフ・アペルバウム、そしてトッドシュリーマンとともにニューヨークのアメリカ自然史博物館にある地球宇宙。 ローズセンターをデザインしたジェームズ・スチュワート・ポルシェクを選び、プロジェクトを依頼した。このデザインチームは次のような目標を立てた。2002年10月に明らかになった建物デザインの目玉の一つは、世界の窓をイメージした17メートル、24メートルの建物全面であり、ペンシルベニア通りとナショナルモールを望むと同時に、通行人からも中の来場者や展示物を見ることが、 できるものである。また、合衆国憲法修正第1条の45の単語をペンシルベニア通りに面した石のパネルに刻んで大きく宣伝している。本博物館は現在ウェブサイトを設置しており、毎日世界中の新聞の一面を画像と PDF データで更新している。画像は毎日置き換わるが2001年以降の著名な事件については、 一面記事を保存したアーカイブが利用できる。一面記事の印刷版は実際の博物館の中のギャラリーで大きく取り上げられている。アーリントンにあった旧館と異なり、新・ニュージアムでは来場者には入場料がかかる。2019年に建物をジョンズ・ホップキンス大学に3億7250万ドルで売却することを発表、同年12月31日に閉館することとなった。 ニュージアムの広さは6万平方メートルあり、27メートルの吹き抜け、7つの展示街、15のシアター、12の大きなギャラリー、その他様々な小規模の展示、2つの放送スタジオ、そして広い双方向型のニュースルームがある。また、500席ある楕円形のホーラムシアターがある。六番ストリートとーストリートに面したところに約一万四千平方メートルの宿舎があり。 また、ミュージアム及びフリーダムフォーラムの職員用に7000平方メートルのオフィススペースがある。吹き抜けのすぐ上には1000平方メートル以上のカンファレンスセンターが2階に渡ってある。さらに、世界で最も高いガラスの油圧式エレベーターも特徴の一つである。テレビ番組ジス・ウィーク・ウィズ・ジョージ・ステファノ・プロスは2008年4月20日に ミュージアムの新しいスタジオで第1回の放送を行った。ありがとうございます。